Hello everyone, ダジャーハオ、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんはあるといるの使い方は大丈夫ですか？ペンがある、メガネがある、本があるです。そしてひときがいるです。何か物や人がいるときにあるとかいるを使うんですけど、この使い方がちょっと難しいです。個人的にはあるの方がたくさん使うと思います。この部屋でも僕以外基本的にはあるを使います。なんで基本的と言ったかは後で説明します。たくさんあるを使うんですけど、なぜかというといるは普通は生き物で動いているものにしか使えないからです。俺がいる、いるは生き物だけではなく動いているのがポイントです。例えば植物は生きているのでいるを使いたいんですけど、まあ動いてないのであるを使います。ここに美味しいトマトがあるとか、そこにある木はすごい綺麗だねというふうに使います。正直僕の感覚だと、なんか生きているなって感じたらもういるを使います。確かに植物も生きているんですけど、猫とか犬みたいになんか、あ、生きているっていうふうにはあまり感じないですよね。なんか生きているって感じたらいるを使って、正直生きているなって感じたらロボットとかなんか生きていないものにもいるを使うので、細かいことよりも感覚で使った方がいいと思います。例えばこの犬ちゃん、確かに生き物か生き物じゃないかと言われたら生きてないんですけど、いるを使うっていう人もいると思います。今僕の犬ちゃんがここにいるんですけど、確かに普通はクッションなのであるを使った方が自然なんですけど、家族だなと思った場合はいるを使う人もいます。僕も動画の中ではパートナーみたいなものなのでいるを使いたいと思います。ですのでいるとあるは少し感覚的に使った方がいいと思います。他にも僕たちはウイルスがいるから気をつけてって使うんですけど、一応医学的にはウイルスは生き物ではないんですよ。ウイルスは一人では生きていけなくて、人間とかに感染してその人間のパワーを使って自分を増やすので生き物とは呼ばれません。でもさ、そんな細かいことどうでもいいよね。だからウイルスは生きてるみたいでいるを使います。あと自転車も、自転車だけがそこにある場合はあるを使うんですけど、よく車を運転している時に、あ、前に自転車がいるから気をつけてというふうにも言います。これは自転車を乗っている人がいるという意味でいるを使うんですけど、文字だけ見たら自転車がいるって変じゃないですか？でも生き物っぽいなって感覚があれば、見た時にあるよりもいるの方がまあ自然かなって思えると思います。別に他にも見て見て魚がいるって言ったら、まだ魚が生きていてこう泳いでいる感じがするんですけど、料理をしている時に、あ、そこにある魚取ってという時はもう魚は生きているわけではないのであるを使います。またロボットが人間みたいに動いていたら、え、あそこにロボットがいるというふうに使います。僕映画のターミネーターがめちゃめちゃ好きだったんですけど、日本語の字幕にはあそこにターミネーターがいると書いてあります。ですので生きていると感じたらいる、生きている、いる、生きているいるです。あとよくあるのが、人間は死んでしまうといるではなくあるを使います。ですので警察のドラマで死体があるというふうに言うんですけど、でもこれがお化けになると生きてはいないんですけど、あそこにお化けがいるというふうに使います。まあ皆さんなんとなくいるの使い方、感覚が分かったと思うんですけど、逆にひときどこにいるって言われた時に、あ、ひときそこにあるよって言ったら、なんか僕アマゾンの荷物かなっていう風に思っちゃいます。ですので基本的にはある、ペットボトルがある、カメラがある、美味しいお店がある、でも生き物っぽいものに使う時はいる、特に人の時には絶対いるを使ってください。でも間違ってあるを使っちゃっても、多くの人はなんか可愛いなって思うだけで本当に怒る人はいないので、心配しないでどんどん使ってください。
これで完璧ですね。普通使わないところでいるを使っていたら、その人とそのものの関係がよくわかりますね。そこが見えると面白くないですか？皆さんありがとうございました。皆さん知っている通り、最近ちょっと忙しくなってきて動画が作れてないんだけど、絶対動画を作り続けたいと思うので待っててね。今から宿題やらないとだから。またね、バイバイ。